さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただき、ありがとうございます。ダム、まっしぐら。このチャンネルでは、中国三峡ダムの最新情報と気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。8月18日、地上波ではたまに伝えられる中国三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、今朝8時の時点で水位は 147.00m です。おとついに比べて23センチの低下。それでも去年と比べると少し水位は高めです。ダムの貯水側で見ると水位はこの辺りではないかと思われます。西安チャンネルです。今朝9時の時点のデータを見ると、上流の観測所での流入は毎秒9600立方メートルで、三峡ダムは毎秒1万1200立方メートルです。このため、ダムの直近と南側の川からの流入の合計は毎秒1600立方メートルと推測されます。上流の観測所の流入は減少し、直近と南側の川からの流入の合計は若干増加しています。今朝8時の放流量は毎秒1万400立方メートルとなっています。ここのところ、この時間帯での放流する量はほとんど変わりませんね。水力発電の最大放流は毎秒3万立方メートルあたりですから、35% の発電状況と推測されます。単純計算になりますが、11基前後のタービンが稼働しているかもしれません。西安チャンネル。さて、上海では最高気温が40度を超える日が多く、高温が続いています。そのため、工業生産と一般家庭で電力使用量が多くなり、負荷率が過去最高水準となっています。伝えられるところによると、7月の電気使用量は去年に比べて 40% 近くも増えました。例えば、上海の電力は半分近くが別の地域で発電されたものです。それは 1600km も離れた三峡ダムや、さらに上流のダムから送電されます。その三峡ダムのデータを見ると、フル発電をしているとは思えません。理由は、今年は雨が少なく、放流できる水量が限られているからです。ダムの運用上、水位を145メートル以下に下げることはできません。1万トン級の大型船がシップロック、つまり港門を利用して航行しているためです。視聴者さんからの情報ですが、下流地域での水位低下に対応するため、三峡ダムで放流を増やすそうです。期間は、16日から21日までの5日間で、約5000億トンを放水するとのこと。実態を見ると、そんなに増やす余裕はないように思えるのですが、どうでしょうね。さらに、上流のダムを見てみます。ここは、三峡ダムからさらに 1000km ほど離れたところにあり、上海などの沿岸部に電気を送っています。そのうちの一つ、バイフタンダムは、三峡ダムに次いで世界第2位の発電能力を持ちます。本来ならば、フル稼働により、沿岸部にどんどん電気を送電する予定でした。しかし、工事が5ヶ月以上も遅れており、16基あるタービンのうち、10基しか正式に稼働していません。一番電気が必要な時期に間に合わない大失態です。しかも、衛星画像で発電放流のゲートの状況を見る限り、それほど実際には発電しているように見えません。彼らは安全に電気を供給していると言っています。しかし、8月16日から20日の間、三峡ダムの北東に位置する成都では、電気が足りなくなるため、工場を止めるように地方政府が命令を出しています。成都にあるトヨタの工場でも操業を止めるとプレスリリースが出ています。つまり、需給のバランスはすでに崩れています。いつも安全だと彼らは主張しますが、実態はところどころで破綻しかけています。ダム周辺の月別、年間降水量はご覧の通りです。中国当局の発表によると、今年の7月の平均気温は統計を取り始めて以来、最高になったそうです。おそらく、降水量もかなり少なかったのではないでしょうか。ウィンディーで確認します。例によって、三峡ダムとその上流で、まとまった雨はない予想。また、四川盆地での雨雲も見られませんし、高温ですから、農業は大変かもしれません。来週の後半あたりに、少し雨が降る予想なものの、大きな影響はないでしょう。
日本では巨大なドラゴンの出現により依然として要警戒です。ご覧の通り線状の雲が次々と東に進んでいます。昨日から日本列島のあちこちで強い雨となりました。関西でも雷が鳴り土砂降りに。今日も場所によっては局所的に大雨になるかもしれませんので十分ご注意ください。三峡ダムには大型船舶を通過させるための閘門というものがあるのをご存知でしょうか。5段式のプールとなっており、上り用と下り用の2本のルートが用意され、衛星写真でも確認できます。方角で言うと、画面上が北なので、三峡北線閘門と呼ばれ、画面下の方は三峡南線閘門になるようです。知らなかったのですが、船というのは右側通行が基本のようですね。さて、この閘門もインフラですから、定期点検とメンテナンスがされるようです。ふとしたことから知った情報ですが、日本の船会社が三峡ダムのメンテについてお知らせを出しているのを発見しました。その内容によると、2021年3月16日から35日間、閘門のメンテ工事に伴い、三峡北線閘門が閉鎖されるため、船の運航に遅延が発生するというもの。毎年実施されているのかは不明なのですが、約1ヶ月かけて片側が通行止めとしてメンテナンスしているようですね。ところで、このダムは重力式コンクリートダムなので、決壊などはしないという話はよくあります。もちろんダムそのものはそういうことなんでしょう。一方で、安全保障関連で有名な某トッサン TV では、この閘門こそが三峡ダムの弱点だ、とご指摘されています。当チャンネルでは、停滞上のクレーンも弱点ではないかと睨んでいますが、皆さん、いかがでしょう。あまり深く触れると、いろいろあれなので、この辺にしときます。現地の映像を毎日確認していると、いろいろなものが映ります。今朝チェックしていると、ゴミ回収船が見られました。仕事とはいえ、土曜の朝から、大変です。画像では一隻の船のように見えますが、実は左が回収船、右にはゴミの運搬船と推測されます。左の方でショベルカーのアームのようなものでゴミをかき集め、ベルトコンベイヤーで運搬船に運ぶ仕組みのようです。このカメラでは捉えきれないゴミがたくさん浮遊しているんでしょうね。最後までご視聴いただきありがとうございます。ご興味がありましたら、チャンネル登録とグッドボタンを押していただけると幸いです。メンバーシップもよろしくお願いします。それでは次の動画でまた。